キクユ語。キクユ語、または、ギクユ語、ギクユ、ゲコヨ語、言語名、または、は、ケニア周辺に住むキクユ族の言語で、大西洋、コンゴ諸語、ティランティックコンゴーの競技のバントゥ諸語に属する。ケニアのキアンブ、キアンブ、ムランが、ムーラン A、ニエリ、ナイリー、メルー、メルの各カウンティの他ナクル、ナクルの内場社湖。 内場者地域やナイロビでも話されいる。ケニアの首都ナイロビは、公用語の英語や、共通語のスワヒリ語使用者も多いものの、もともとキクユ語使用地域の中に存在しており、ナイロビ、またはその近郊出身者で、キクユ語を中心に話す、もも数多い。公用語ではないにもかかわらず、ラジオやテレビ、映画などのメディアにおいても広く使用されている。 約600万人がケニア国内に居住し、国内では最大言語の一つである。聖書法が確立されており、参照、文字、2006年菊油語、のグ義はジオン語、などのように菊油語で文筆活動を行う作家も存在する。また辞書や文法書、様々な主題についての言語学的研究の著作といった文献が豊富であり、バラ、万女比など。 聞く言語のことわざを集めた著作もいくつか出されている。言語自体の特徴としては同一の名詞であっても、前後の語の有無や種類などによって成長もしくはアクセントが変動する。点、参照、成長、アクセントや、動詞の過去形についてつい、先ほど、今日、昨日以前、一昨日以前の区別が存在すること、参照、動詞。 また他のバントゥー諸語同様クラスの概念が存在すること、参照、クラスなどが挙げられる。菊ユ語の分類は、ルイスエアールとホマーストルームエアールの両者において、大西洋、今ゴ諸語、ボルタコンゴー、ベルエコンゴー、バンイド、南バントイド諸語、サザンバンイド、競技のバントゥー諸語、ナローバントゥーまでは共通している。 両文献において共通して近い分類とされている他の言語は演武語、演ブ別名、キエンブマウィンビマサンビである。また、ルイスエアルでは、菊ユ語は演武語やムーインビ、ムザンビ語のほか、ダイソやカンバ語、カンバ、チュカ、チャカ、トリカ、メル語、メルと共に、菊ユカンバ書語、ギクユカンバという回駆文で括くられている。キクユカンバ語と呼ばれる通り、メル語、キクユ語 カンバ語はこの順で方言連続体の関係にあり、中でも、菊湯語とカンバ語は相互に意思疎通がある程度可能である。しかし、カンバ語よりも菊湯語との相互理解性がさらに高いとされるのは、エンブ語、ムーインビムザンビ語、チュカ語、ザラカ語、メル語、イメンティ方言、イメンチ及びティマニア方言、トゲーニアなどである。以下のような方言が存在する。 また、キアンブ方言にはさらに、ナイロビ方言、ナイロビア・リムル方言、リムールといった解方言が存在する。バントゥー語研究者、湯川京都氏による言語学大辞典の記述は、キアンブ方言、湯川、リムル方言、湯川は主にナイロビ方言の調査によるものとなっている。なお、クトゥス方言は、ギチュグ方言、ムディア方言とは、かなり異なっている。 文字は a, b, c, e, g, h, i, k, m, ミリバール、n, nd, ng, nj, ny, o, p, r, t, th, u, w, y の26文字である。聖書法に関しては1933年に一旦案が出されたものの、印刷される前の段階で、 激しい反対論が出されて1935年に取り下げられ、その後1946年に、菊ユゴグループ間で合意がなされたという経緯がある。菊ユゴの死因は以下の通りである。同じ欄の内左側が IPA、右側が聖書法による表記を指す。死因前病音は極めて弱いものであり、文頭では全く聞き取れない場合がある。例えばだ、口ひげは、 最初の語となる場合かと発音される。ただし前に、他の語がある場合は、微音として現れるか、直前の母音の長母音化として現れ、例えばんだあの前に、で、あるが置かれた場合にはか、もしくはと発音されることとなる。聞く言語には、子音調和と呼びうる現象が存在する。これは C、K、TH の母音で隔てられた、直前の K が G として現れる現象である。 0c と k が無声音である一方 th は現代の聞く横では有声音であるが本来この音は無声音であったとみられ死因調和は th が優声化する前から起こっていた現象であることが推察される母音は以下の7種類でそれぞれに対応する長母音が存在する同じ欄の内左側が iPA 右側が 聖書法による表記を指す。菊言語においては、語形変化などによって、形体素に含まれる母音同士が隣接する際に、特定の組み合わせとなる場合には母音に変化が生じる。具体的には、以下のような事例が見られる。菊言語のアクセントは、皇帝アクセントで、皇、帝、上るの区別が見られる。バン語研究者の湯川京氏は、バン語の名詞や、 動詞のアクセントに関する研究を行っているが、特に、菊油語の名詞については、その現れる環境によって、呆れるばかりのアクセント変異を示せし、また名詞アクセントの複雑さを踏まえて、菊油語は、バント書語の中でも最も複雑で、かつ、最も解明しにくい言語であるとさえ述べている。湯川では、菊油語、基安部方言の名詞のアクセントをいくつかの方に分類しているが、 例えば、ナイロビ方言において、低油語は、前後に一切他の語がない孤立型ではであるが、で、あるが前にある場合には、ti、で、はないが前にある場合にはとなるとしている。このように同一の名詞が前後における他の語の有無や、前後に別の語がある場合にその種類が何であるかという、文脈的環境によって、アクセントが様々に変動する特徴は、低油語と比較的近い関係にある。 カンバ語には見られない。アームストロングやハリーズ、ベンソン、フォード、クレメンツ&、フォード、クレメンツはこの現象については、成長に関する問題として扱っている。まずアームストロングは、1935年から37年にかけて、ロンドン大学の音声学部に雇用されていた後の、ケニア初代大統領であるジョモケニアッタを、インフォーマントとして、キクユ語が、 同じ語であっても、文法的な文脈により、様々な成長パターンを持つことを示し、名詞に関しては一部を、モンドクラス、モテクラス、クラス、ンボリクラス、アンジャタクラス、クラス、クラスの7クラスに分類している。この研究において、この成長は、右の画像のように平らな成長や上昇調、加工調がいくつかの段階を持つような形で、表されている。ベンソンは、辞書で、 やはり語の成長を数段階ある、平らな成長や上昇調、加工調によって表しているが、名詞の成長クラスの分類は、語間の音節数ごとに、数が異なり、1音節語看護は4クラス、2音節語看護は12クラス、3音節語看護は16クラス、4音節語看護は18クラス、5音節語看護は8クラスにまで分けられている。クレメンツは再建された。 バントゥーソ語の成長クラスにちなむ LL クラス、LH クラス、HL クラス、HH クラス、および、菊ユ語において新たに生じた、LHL クラスと HLHL クラスの、計6種類の材について触れているが、菊ユ語の日音節語冠名詞の大半はこの6つの、クラスのいずれかに属するものであると述べている。クレメンツはまた、自身のものも含めた、 これまでの研究等における名詞の成長クラスの分類の対応関係を以下のようにまとめている。一方フォードは名詞の成長パターンが文脈により変動する現象には、高成長と低成長の組み合わせによる否定形の存在が体系的に関与していると唱え、また、菊言語には特定の文脈において否定形の高成長が実際には低成長として、 現れる、平板化が起こる名詞と起こらない名詞の二種類が存在することや、ダウンステップの検証も見られるとしている。クレメンツフォードはさらに、規定形の最後の音節の直後にダウンステップを起こす、浮遊音調が存在する語と存在しない語があり、前者においては、平板化が起こらず、後者においては、平板化が起こるとしている。例えば、とこじらみという語は、孤立型、 お前において、とこじがみであるという場合、お前において、とこじがみではないという場合、以上三つの場合すべてで、高低皇という成長パターンとなるが、クレメンツ・フォードでは、つまり、高低皇と表されている。一方、木のように孤立型が、低低前において、木であるという場合に、孤昇る、前において、木ではないという場合に、高低となる後は、 クレメンツフォードでは、つまり、手ノボルのように遊音調が見られないものとして分析されている。接頭辞がふんだんに用いられる。他のバントゥー書語と同様に名詞の接頭辞として現れるクラスが存在するが、クラスはその名詞が含まれる。名詞句やその名詞が主語となる不死中の他の要素にも影響を与えうる。ドライヤーは、屈折形態論における、 窃盗時と設備時という観点から世界中の言語を分析しているが、低い語については、バーローを根拠として、窃盗時が用いられる傾向が強いとしている。クラスの体系についての分類は以下のようなものとなっている。スラッシュで隔てられているものは、左側が単数、右側が複数を表す。左から名詞の窃盗時としての形。 形容詞の説頭詞としての形、指示代名詞を作る際に用いられる形である。ただし、クラスに割り当てる数字については研究者の間で統一されているわけではなく、ユカーは、ここ限りのものあるいは、便宜的なものであると断りつつ、上表のベースによるグループの順に、単数型をクラス IX として並べた後に、複数型をクラス臭いザビとする配列を行っている。 クラスは本来は意味上の違いを反映して形成されたものであり、例えばベンソン和の組を、指正字の組を、拡大字の組を抽象化字として扱っている。また、単数形もしくは単複療法で、クラス接頭字が見られない後、例、グーカ、アーグーカ、祖父、ベンソンの分類では、クラス一、二、ヒチ、ヒチ、ハイエナ、同クラス九、十、サム、 独、同クラス14や、複数のみしか存在しない後、例、マグダ、油、同クラス6も存在する。独立認証代名詞は、以下の通りである。この他に、次に見られるような各独立認証代名詞に、対応する、の、にあたる表現や、指示代名詞も存在する。まず、誰々のにあたる表現は一認証複数を除き、の、の意味を持つ、正字。 参照、文法的項に、1認証単数、KU、2認証単数、K、3認証単数、NYU、2認証複数、O、3認証複数を付加という作り方をするが、1認証単数、2認証単数、3認証単数は、K が含まれているため、の、の正字に含まれる K は G に変化する。参照、死因調和、1認証複数型も含めた一覧は、 以下の通りである。例。指示代名詞、指示形容詞は日本語の、これ、この、それ、その、あれ、あのにあたる三種類で、以下の通りである。聞く言語において、文を作る際に主語と目的語は、必ずしも必要ではないが、述語は必須である。動詞のうち時季節法の活用には入れ、A、A が、習慣、継続、反復、 五感末母音がい、e、いか王の場合はえで、官完了が用いられるが、少なくとも、基案部方言においては、肯定型でイレやマイナスえを用いる、活用の過去は、円過去、金過去、今日の過去、たった今の過去の4段階に区別される。このうち、円過去はおとと以前、金過去は昨日以前に行われた動作であることを、表す。ただし語尾が低えとなる否定型では、金過去、今日の過去、 たった今の過去の3種類はすべて近い過去としてくくられる。他に、菊油語同様に過去時制に、複数の段階の区別が見られる。バントゥー諸語の言語はウガンダで話されている。ル、ガンダ語、ローギャンダ、タンザニアで話されている。ムウェラ ISO639 から3、ムー、アンゴラやザンビアで話されている。ルバレ語、ルベイル、 レソトや南アフリカ共和国で話されている外語、死臭というズール語、ズールの少なくとも五言語であるが、一方で、同じ番という語であっても、キク油語と同じケニア国内やタンザニアにおいて、話されている、スワヒリ語には、過去時世自体は存在する、もの、キク油語などのように区別が細分化されているわけではない。 こうした時制や層などの区別は用いられる設置の種類や組み合わせの違いにより表されるが、その活用の一覧を語尾ごとに分類すると以下の表のようになる。なお例に用いる認証は、クラス2、ベンソン1964、X、3章、クラスの3認証複数、動詞は、ロラ、ミルとする。以下に示す形は、 現在習慣型と現在習慣否定型を除いて、すべて、進行、否定形という呼称である。なお、円過去進行、近過去進行、今日の進行、確定未来進行、不確定未来進行の5つの工程型は、戦闘脳を取って、脳を置けば、動作の以前からの継続を表すことが可能である。現在完了形、例、彼らは、もう見ているや、その否定形、 例、MAPI ローエーテ、彼らは、まだ見ていないなどの形が存在する。二人称の主格節字か動詞語感 E で、禁止を表すことができる。動詞の主語を表す主格節字は、以下の通りで、円過去形や、たった今の過去形のマイナス、A マイナスの前では、他の節字が続く場合とは異なる形態を取るものが、存在する。三人称は、 主語となる名詞のクラスに対応する要設字が使い分けられる。クラスのグループはのものによる参照、クラス。また、今日の未来形などに用いられる、主格節字と類似した設字の三人称型は以下の通りである。動詞の否定型を作る場合、すでに上の活用形の表で見たように、主覚節字の直後に否定要素 TI、その他の節字、五感とつなげるのが基本ではあるが、 動詞のクラスによっては、主格節字 TI- マイナスの部分が ND 主格節字に含まれる母音の形式で表現されるものも存在する。主格節字否定要素の部分のうち三人称のものは以下の通りである。例。動詞には目的語となる名詞のクラスを表す対角節字が付加される場合もあるが、その形は大半が主格節字と同様で、 異なるのは2認証単数が、3認証単数のクラス1が、クラス4と9がであり、また、再帰説時が存在するという点である。また、これまでに挙げた、活用形のほか、動詞互換に、母音の直後では O をつければ、さ、L という意味の受け身動詞、E や O の後では ER をつければ、の、ため、に代わり、に向かってという意味の適用動詞を作ることが、可能である。 例。これら2種類の設字が併用された例も見られる。例。以下の例文のように、文の語順は、主語述語目的語の順、壺型で、名詞を修飾する形容詞などは、名詞の後ろに現れる。例。例えば名詞句の場合、B の A という表現をする場合に、語順は A の B となるが、修飾される名詞のクラスによって、 後に続く、の、という意味を表す生児の形もクラスに対応した、もの変化する。の、の意味を有する生児の、クラスごとの一覧は、以下の通りである。また、名詞句中の形容詞や、数詞の説当時のほか、不死中の動詞の説当時も、主語の名詞のクラスと同じものとなる。こうした現象を文法的行という。例 すでに動詞の活用で見られたように皇帝の直接法型において和がしばしば前置されるが、これについて、ゆかは文法的に説明しあぐねており、もしそれがないとこの動詞活用系の後に何かが続く、漢字を与えるという報告である。興味深くかつ解明の困難な問題であるが、この試論では、その意味は考察の対象としない。と述べるに止めている。一方、 オースティンはこのを焦点表示時と捉え、以下のような二つの例文で、忠実あるいは、述語焦点、例文1と、目的越えの焦点、例文2の用法を示している。ただし、例文2のような公文の場合、は、規定時、ti- の含まれる動詞とは狂気しない。例文3のような言い回しは非文法的とみなされ、不可である。いずれにせよオースティンは、 バントゥーショ語の多くでは焦点を表現する手段として、語順を用い、菊言語で見られるような焦点表示時は見られないとしている。菊言語には、以下のような定型表現が存在する。以下はアームストロングに掲載されている民話で、表記を聖書法、参照、音韻論に基づいて綴り直したものである。ただし、 全ヨ音化シーンの直前で超母音とされている母音は、単母音に変更した、例、マヘーンで、英語、日本語、ことわざ集、辞書、文法書、音論、統語論。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。